はい、おはようございます。ともかげです。ということでね、今日もね、朝からめっちゃバタバタしていて、実際には昨日の晩からなんですけど、ここのところね、僕ん家の周りのね、配達を担当している郵便局さんがね、めっちゃデタラメなんですよ。担当者の人が変わったのか、システム上の問題なのかわかんないんですけど、続けざまにね、僕のところに届くはずの荷物っていうのが、もう全く知らない人のところに届いてて、でそれがね、昨日の夜にも発生して、ステータス上はね、配達済みになっているんですけれども、全然来ないんですね。でそれ先月の末にもあって、郵便局にクレーム入れたら、いろいろと調べてくれて別のところ行ってましたって話だったんですけど、その時はそれで良かったんだけど、今回はね、誤配された人の方からね、ちょっと僕のところに連絡が来て、それを受け取ったりですね、で郵便局側にちょっとまたこういうことが起きましたっていう連絡とかしてたら、もうあっという間に時間が過ぎていってめっちゃバタバタ。はい、どうもこんにちは、もかげです。ということでね、今日もね、ちょっとあまり時間がないっていうことで、雑談会といいましょうか、本当に備忘録的なね、Vlog 的なこう雑談なんですけれども、一応ね、トピックとしては2つあって、一つはね、ちょっとオープニングのね、GoPro 映像の中でも話したんですけれども、最近ね、やけにね、郵便局からの荷物っていうのが、トラブってるんですよ。そのことに関してのこう愚痴とですね、もう一つはね、あのカメラ、予約してしまいましたっていう話。このね、二つをね、ちょっとこう雑談がてらね、こう、備忘録がてらに今日はしようかなと思っているんです。そう、まずね、郵便局からの荷物っていうのは最近ね、最近というか、2週続けてね、2回ね、誤配してるんですよ。全然僕のところとは違うところにね、荷物が届いているっていう問題が、多分ね、担当者が変わったのか、それともかシステムが変わったのかちょっとわかんないですけれども、今までその誤配っていう経験っていうのがあんまなかったというか、例えば同じマンションでこう別のところのポストに入ってましたとかっていうのは、そういうのはあるあるですけれども、近所ではあるんだけれども、全くも違う、名前も住所も違うところに届いているっていうのが2回続けて起こって、で、今日ね、そのね、やりとりっていうのが朝あって、結構バタバタしたんですけれども、で、郵便局のこうレターパックでね、いずれもこう送られたものだったんです。レターパックって受け取りの日時とかっていうのを、アプリとかで変更できないんですよね。もう配達員さんのこうルーティンの中でこう渡されるみたいな。常時で受け取りやすい場所っていうのを大体住所にして、送り先にして、対応するんですけれども、2回続けてね、それがね、もう全く違うところ。ただアプリのステータスではもう配達済みになってるんですよ。こっちからはもう何のこう検索もできないみたいなね。昨日のね、夕方ぐらいに配達済みになった荷物っていうのがあったんです。一応郵便局にすぐ連絡して、配達済みになってるけど届いてませんみたいな。じゃあ向こう側も先週と同じようにちょっとこうじゃあ探してみますっていう風に、そういった対応だったんですけれども、どういうことが起こってたかっていうと、僕のこう荷物っていうのがこう他のこう事業者とかね、結構たくさんこう荷物を受け取る場所の中にこう紛れ込んでしまっていたっていうことで、そういうこうこうヒューマンエラーのこう積み重ねみたいなので、こういう誤配が起きたんだろうけれども、今までこうずっとなかったことっていうのがこう2週続けて2回連続で起こったっていうことで、多分ね、やっぱりなんかこう配達員の人が変わったんだろうなとは思うんですけれども、これ結構困るのは、今回の荷物っていうのは、結構早い段階でもう先方から電話かかってきて、すぐ受け取れたんですけれども、先週起こったやつなんかはね、木曜日の段階でもうすでにこう配達済みになっていて、ただ僕のところには届いてなかったんですね。実際そっからね、その誤配っていうのが分かって、郵便局の人がこっちに持ってきてくれたのっていうのは、翌週のね、水曜日になったんですよ。途中週末を挟んだっていうこともあるんだけど、別にこう離島とかに住んでるわけじゃないのに、これだけこう時間がかかるっていうのはね、っていうのもね、やっぱり今後ね、いろいろとこう大切なものっていうのもね、届きそうなんで。ずっとね、どうしようかと迷っていたGH6 ね、レンズキット一応予約を入れました。ほんとね、最初このGH6 が発表された時っていうのは、もう全然買うつもりっていうのはなかったんですよ。スペックに関しても、僕が望んでいたようなものっていうのはほとんどなかったですし、で、何よりも 800g を超える重さっていうことで、これは買うことないだろうなと発表当初は思ったんですけれども、その後ね、いろいろとこう YouTube とかで見ていると、なんかこう徐々にこう欲しくなってしまって、とうとうね、予約を入れてしまって、ただこれに関しては、やっぱりね、実物をね、触って決めたいっていうところがあるんですよ。なんだけれども、今気持ちとしてはね、
やっぱり GH6 欲しいなというふうに思っているんで、まあ、とりあえずまあ予約を入れたっていう感じなんですけれども、 GH6 がこう一般のこう家電量販店ね、ヨドバシだとかヤマダとかに置かれるのっていうのはこうだいぶ後になるんじゃないかみたいな話っていうのがあって、まあ、これ僕が直接聞いたわけじゃないんだけれども、僕の知り合いがヨドバシの人に聞いてみたら、発売日の直前とかその後になるかもしれませんみたいなことを言っていたらしいんですよね。そうなってくるとちょっと困るのは、この GH6 いろいろこう特典がね、キャッシュバックもそうだし、あと定価では1万円以上するコンパクトフラッシュっていうのもまあついてくるっていうことで、予約して買うか買わないかっていうのが結構大きな違いになるんで、実際にこう発売前にもしね実機を触れたらね、それでまあちょっと実際持ってみて、この重さはちょっとやっぱりないなと思ったら、ちょっとギリギリでキャンセルとかっていうのもありなのかなというふうに思っているんです。で、実際こう仮にこう GH6 を買ったとするとね、多分ねこの室内のね撮影の環境っていうのも完全にこうマイクロフォーサーズになると思うんで、またそうなったらね、いろいろとこうレンズとかも揃えたいかなというふうに思っていて、で、あとまあそういったことを見越したようなね、ちょっと YouTube 用の機材とかっていうのも先日購入したばかりなんで、またその辺もね、このチャンネルでおいおい紹介していこうかなと思いますので、ちょっとね、来週までね、こんな感じの動画が続くような気がするんですけれども、まあこんな感じで毎日動画更新しておりますので、もし聞いていただきましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。